プロ野球ファンの皆さん、こんにちは。さあ、本日はここ広島市民球場からカープ対ドラゴンズの試合の模様を三宅が実況してまいります。さあ、第9球、ファウルボール。一気に勝負してくるか。打球はショートへ。ノーアウトからランナーが出ました。伝家の宝刀のカーブをどう使ってくるか。これは見ました。早くも追い詰めました。一球間を置きます。この段階で決めてくるか。流し打ち、ライト落下点に入りました。アウトを一つ取りました。ランナーは一塁。打球はセカンドへ。二塁フォースアウト。463のダブルプレー。カープがっちりとしたチームワークを見せています。1回の表の攻撃が終了しまして、この回のドラゴンズランナーを出しましたが無得点に終わっています。塁には出したくないバッターです。打球はセカンドへ。伝家の宝刀のスライダーをどう使ってくるか。低め、ここは一球待ってみるか。まっすぐ、手が出なかったんでしょうか。ライトはどうか。ライト余裕を持って構えます。ランナーはありません。打球はショートへ。ツーアウトからですがランナーが出ました。際どいところに入りました。センターへ。これでスリーアウト。1回の裏の攻撃が終了しまして、この回のカープ1人残塁で無得点です。さあ、バッターボックスにはゴメス。ジャストミート。こぼした。ノーアウトからランナーが出ました。ランナーは一塁。打ち上げてしまいました。これはアウト。アウトを一つ取りました。左バッターボックスには井上。ライト線は際どいところファールです。これは
たそうです。早くも追い詰めました。打球はファーストへ、二塁フォースアウト。このピンチを守り抜きました。カープ、がっちりとしたチームワークを見せています。2回の表の攻撃が終了しまして、この回のドラゴンズランナーを出しましたが無得点に終わっています。さあバッターボックスにはロペス。右中間の打球だがどうか、ライト落下点に入りました。着実に追加点を重ねていきたいところ。打ち取ったか、華麗なグラブさばき。右バッターボックスには西山。打球はセカンドへ、一塁へ。同点で迎えた2回の裏、カープ先制点を挙げています。いかに低めに変化球を集められるかが勝負のポイントではないでしょうか。当たりは今一つ、これはアウト。難なく掴んでいます。この回の出塁はありません。引っ張った、2アウトからですがランナーが出ました。一瞬ヒヤリとさせる甘い球でした。引っ張った、ライト落下点に入りました。3回の表の攻撃が終了しまして、この回のドラゴンズ1人残塁で無得点です。この回の攻撃はラストバッターからです。ピッチャー返し、ノーアウトからランナーが出ました。難なく取りました。ワンダウンです。塁には出したくないバッターです。打球はショートへ。さあ、ツーアウトになりました。左中間への打球だがどうか。よく追いつきました。3回の裏の攻撃が終了しまして、この回のカープ1人残塁で無得点です。笹岡、この試合まだ点を許してはいません。打球はショートへ、一塁は、これはアウト。打球はセカンドへ、一塁へ。
この回の出塁はありません。センターへ、ツーアウトからですがランナーが出ました。打ち上げてしまいました。これでスリーアウト。4回の表の攻撃が終了しまして、この回のドラゴンズ1人残塁で無得点です。塁には出したくないバッターです。打球はショートへ、ノーアウトからランナーが出ました。センターへ、センター落下点に入りました。ワンダウンです。ランナーは一塁。これは見ました。ランナーがスタートしている。二塁へ、スチール成功。早くも追い詰めました。三球三振。まだピンチが続きます。レフトはどうか、難なく取りました。4回の裏の攻撃が終了しまして、この回のカープ1人残塁で無得点です。笹岡、この試合まだ点を許してはいません。一気に勝負してくるか。一球間を置きます。ピッチャー返し、ノーアウトから同点のランナーが出ました。当たりは今一つ。二塁へ、6-4-3ダブルプレー。カープがっちりとしたチームワークを見せています。ランナーはありません。左中間への打球だがどうか。これでスリーアウト。5回の表の攻撃が終了しまして、この回のドラゴンズランナーを出しましたが無得点に終わっています。まだ疲れは見えません。野口、当たりは今一つ。これはアウト。打ち上げてしまいました。難なく掴んでいます。この回の出塁はありません。打球はサードへ、余裕を持ってアウト。5回の裏の攻撃が終了しまして、この回のカープ3人で攻撃を終わっています。笹岡、この試合まだ点を許してはいません。打ち上げてしまいました。これはアウト。ランナーはありません。右中間の打球だがどうか。さらにセカンドへ、スコアリングポジションにはランナーがいます。
去就。アウトを2つ取りました。厳しい状況ですが踏ん張ってもらいたい。初球は外してきました。内角をよく見ています。これも外れてノースリーになりました。ど真ん中、あっさり歩かせたくはないでしょう。フルカウント、さあ勝負。ライトはどうか、届いた、ホームラン。声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。ドラゴンズ、これで逆転。試合が分からなくなりました。差はわずかに1点、さらに追加点を重ねておきたい。バッターレフト交代、これも入った。ゴメス、際どい球をうまく当ててレフトスタンドへのアーチです。声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。ドラゴンズ追加点です。笹岡、このイニングには2打を浴びています。打球はサードへ、一塁へ、これはアウト。1点差で迎えた6回の表。